ルーのブンブンプレイス、ブンブン先入観が出てきた。確認作業、行きたいわけじゃないですよ。グルグルでもパキスタン全然情報ないんです。なんかちょっとビンビン感じたね、俺人の運命と分かる。怖かったもん。エロい。はい、マメです。パキスタンラーワルピジーに来ております。で、ここ何かって言ったら首都イスラマバードになってんねんけど、新しい首都やねん。みんなが誇れるような綺麗な素晴らしい首都が欲しいっていうことで、イスラマバードっていう土地を新しく開発して作ったのがイスラマバード。その少し南側の、車で30分40分ぐらいのところにラーワルピンディっていうところがあって、人がいっぱいおって、俺らがイメージしてるようなパキスタンの街、ここまたこうやって撮ったら人がいっぱい集まってくるようなイメージ通りの街。その中でこの国はイスラムの国です。お酒 NG、 女性の過度な露出 NG、 ナイトクラブなし、娯楽がないねん。何がおもろいんって聞いたら、みんなでチャイ飲んでるって言うとさ、で夜遅くまでチャイ飲んで男同士で喋る。独身同士やったらあんまり関わりがないと。性のはけ口とかもあるっちゃあんねんけど、あんまり盛んじゃないという感じなんですけど、じゃあ若者 どこでしびっくりしたじゃあ若者どこで遊ぶねんということで、いろんな人に聞いて、グルグルでもパキスタン全然情報ないねん。でいろんな人に聞いたら、ここ劇場らしい。映画館でもない。もともとこれ映画館やったらしいんだけど、何年か前に劇場に変わったと。映画を見るっていうインドとかでもよく行ったやん俺ら、ローカルと映画館じゃなくてローカルの劇場やね。ちょっとエッチらしい。どんなところか気になるので僕ら見に行っていきます。劇自体は英語らしいから俺らもある程度理解できると思うから入ってみようと思います。若者の楽しみ方、パキスタンの夜をやりたいなと思います。じゃあ行きましょう。やってんのノックでワタイイレブン PM? イレブン?わお、イレブン PM ってちそんな色の服やんなくない。ちょっと他の人に聞いてみよう。ハロー、ハワイユー、ハイグー。 It is open today? Time 9pm. This is closing 1am. Very midnight. そんな遅いんや。ほんまかな、違う気もするよ。もうちょい聞いてみよう。この絵から想像できる劇の内容は何ですか。この人が主人公で、でこの人がお母さんで、はい、でこの3人が兄弟。この主人公はいじめられてて、で ある日魔女が来て、でカボチャの場所あってダンス会場に行ってガラスの靴を落としてはめてもらうっていう劇やと思います。アイドハブ。で王子様、王子様役、この人が絶対悪役でしょ。王子様役です。これは夜しかマジやってへんのかな。オープンってね。7pm。 もうだんだん下がっていった。11、9、7。次聞いたら6時ぐらいになるんじゃん。最悪やー。11時からやって、今の時間は6時です。5時間ってなかなか渋いやん。だから一旦ホテルの方戻って、ちょっとナイトスポットっていうことなんで、まあグルグル先生に聞いてみたら、だいたいこういうところっておマッサージやねんな。で一旦確認だけしとこ。確認、確認作業、それはやっぱ必要やろ。行きたいわけじゃないですよ。とりあえず行ってみよう。しゃ、楽しみ楽しみ。ジャンプ。あ、ジャンプする。いや、ジャンプしたら感電するかなと。おい、誰に感電させようとしてんねん。俺のこと嫌いやんな、多分。好きだよ、好き。ほんま？一応。Hey! Hi! Nice to meet you! Hello, how is the name now? Hi! Beautiful! Oh, thank you, thank you! Okay! Thank you, bye bye! めちゃくちゃ顔触ってくるやん。太一くんにトイレットペーパー渡しに行ったやん、今日。あなたが欲しいのは、このトイレットペーパーですか。あの時、横から出てきた人おんねん。髪あるんって聞いたら、手で拭けやって取って。あ、絶対手で拭いてるから。うんこ、今なすりつけられたようなもんやからな。なあ、なあ。ザルー、はい。パキスタンの民もなかなか渋いな。来にくい。特殊な国やから LCC 出てへんねん。僕ら毎回 LCC なんですよ。で、1回の飛行機が1万円、2万円の旅をしてるんですけど、パキスタンはまあ南アジア、アジアなのにやっぱり高い。 LCC がないからどうしよう。悩んだ悩んだ悩んだ挙句の VPN です。
で、今日紹介させてもらうのは NOW の VPN。 VPN を使えば安く航空券、ホテルを、取ることができます。本当ですよ。まず VPN とは、海外にいながら世界中のサーバーを使えるアプリで、海外で Netflix とか、あと ABEMA とか、あと TVer とか、そういうのも全部見られへんやん。外国にいて日本のサーバーにアクセスしたら日本のアプリ、そういうのが全部見れます。で、実際にやってみたら簡単に VPN つなげます。で、これが国によって料金がバラバラになってる。だからこれでめちゃくちゃ安く取れたりします。そんな NodeVPN のポイントは3つ。30日間返金保証、最大6デバイスまで接続可能。セキュリティ対策にもなってハッキングも防止できます。なのでこれは必ずやってください、ハッカーの人。で、クーポンコード概要欄にも載ってるんですけど、エグジットジャックパチンと載してます。で、これを入力してもらったら、2年プランっていうのを申し込んでもらったら、さらに4ヶ月無料になります。これも概要欄載ってるので、ぜひ見てみてください。名店っぽい。あの、ちょっとあの宿戻ろうと思って歩いとったら、美味しそうな食べ物食べてる人がおって、何それってアホみたいな顔で聞いたら、チキンやでって言われたから、ここのお店美味しそうやから頼んでみました。1個150円で、電気止まった。俺にオーダー、ホリユリを、ホリユリ。どんな遊びやねん。幸運が訪れると思う。ツイッターみたいに、ツイートみたいな。そうそうそう、今の面白かった。おい、おもろかった、笑いや。上に投げるんだよってどういうことだ。How much? 100? 鳥を逃がしてあげるためにどうやって遊ぶかを YouTube に残せるって考えたらいいか、ありか。50円で鳥一人の命を。ちょ、今から俺らチキン食うのにこれやめてほしいな。あ、逃げた。あ、逃げてった、逃げてった。一匹の命を救ったね。うん、救ったけど、見て、今来たのチキンやで。食べ方真似するわ。こうやって食っとった。これで、つけて食っとったな。ようわからんソース、うん、いただきます。マペも飛んでく、意識飛びそうだった。めっちゃ美味しい。待て待て、え、何の使い方間違えてんねんて。なんそれ、お手拭きみたいに使うちゃうから。手汚したくないじゃん、こいつ。はい、太一くん行っといてや。え、俺行かんから、翔太。あ、まあ動画上ではそうしとくか。先入観が出てきた。匂いきつい。写真送ろう。今のだな。マッサージだ。Only massage. Only massage. At the service room, happy massage. Only massage. Can I pay with only cash? Yes, can. Only cash. Thank you. No. No. Okay. No. Next time. Next time. Bye. Call this man. Bye bye. We want just massage. Okay. Thank you. No, you can. Next time. Next time. Next time.Come here. So where is the shop? Shop. Menu, this is my menu. Come here. Where? 1, 2. Come here. So where? This is Sam. What? This is my boss. That's right. 1mm でも怪しいと思ったら。Bye bye. 闇営業で。ちょっと怖いよな。知らない場所に行くのは怖い。なんか弁天とかならいいけど。あれでさ、拉致されるって、テロ組織とかやったらバリ危ない。あれテロ組織やったらやばい。確かに可能性あるよな、これ地域的に。いつも通り調子乗っとったらやばいかもしれない。で、絶対拉致られとったケース。要は、入ったらもう抜け出せないと思う。まあでも、口コミ書いとったけどな。あ、口コミは、ね、なんぼでも書けるから。え、なんかちょっとビンビン感じたで、俺。人の運命の分かるんです。俺絶対そんな気するもん。いや、俺無理やめようと思った。怖かったもん。アルカイダ顔しとったやん。ルーのブンブンプレイス、ブンブン。
ブンブンいいの？ブンブン。ブンブン英語違うから。おどんなって？太一くんがナイスで動画撮ってくれとってんけど、闇営業えぐいな。いや闇営業はまあ当たり前ねんけど文化と宗教上。でもちょっとあれマジで狙われる気したで。ブンブンちょっとどうよ。そこまで言うやったら太一くん。ブンブンしたいんでしょ？ブンブンしたいんでしょ？うんって言うとするやん。言われへんやろ嫁見てんのに。まあしたいに決まってるか。ほんまに行くときは動画なんか撮ってへんねんから。ミュージカルでブンブンしよう。おお、ブンブンさん。あ、さっきの方。超喜んでんじゃん。イエーイ。はい、You want to buy ticket?J2P はい。可愛い。可愛い、めっちゃ可愛いね。買いました。俺ら今6時間待ってんだよ。これでつまらなかったらどうする？すぐ帰る。セキュリティチェックある。やっとやっと開くもう1分前。結構でかいじゃん、すごい。いっちゃん安いできない。結構前の方じゃん。これ安ければ安いほど前なんじゃない？逆に？めっちゃ禁煙って書いてたのに、思いっきりタバコ吸っとったな。おもろそうやん、もう夜中やけど。ナンバーグランド花月みたい。客はガラガラやな。この後の動画終わりまでずっとこれ垂れ流しでもいい。2時間ぐらい。まだまだ続きそう。帰ろうか。今日も動画を最後まで見てくれてほんまにほんまにありがとうございます。概要欄、インスタグラム、ツイッター、サブチャンネル、登録アカウントが貼ってるのでフォローお願いします。心から。パキスタンで出稼ぎしてます。ハングオーバー、二日酔いという意味。マンペ旅アパレルブランドオープンしました。頑張って作ったので買ってください。そして売れ残っております。パチンコで買ったら買ってください。リッチクラブ、ハイクラブ、エレメンウォーターインサイド。